アレクセイ・ポクシェフスキーはセルビアのプロバスケットボール選手。セルビア共和国ベオグラード出身。NBA のオクラホマシティサンダーに所属している。ポジションはパワーフォワード。ユーロリーグのオリンピアコス BC でプレーした後、2020年の NBA ドラフトにエントリーした。2020年11月19日に行われたドラフトでは全体17位で、 ミネソタティンバーウルブズから指名された。この年のドラフトで指名された選手の中では最年少であった。その後21日にリッキー・ルビオラが絡む3チームカントレードで交渉権がオクラホマシティ・サンダーに移り12月9日にサンダーと契約13日のサンアントニオスパーズ戦で NBA デビューを果たした。その後 G リーグのオクラホマシティ・ブルーへ送られたが 再び NBA に昇格し、2021年3月14日のメンフィスグリズリーズ戦で5本の3ポイントシュートを成功させるなど23得点10リバウンドのダブルダブルを記録。サンダーのルーキーが20得点10リバウンド以上のダブルダブルを記録したのはラッセル・ウェストブルックとダリアス・ベイズリー以来史上3人目であった。 サルバドル、ヨゼフ、NBA ドラフト2020 5 to know about、5シングス2ノーアバウトアレキシポクウセフスキー、テイクンセブンティーンスオーバーオール。USA トゥデー、2021年4月18日、閲覧。サンダーアクワイアーズドラフトライツ2アレキシポクウセフスキー、ジェームズ・ジョンソン2024セカンド、ラウンドドラフトピック。 オクラホマシティ・サンダー2021年4月18日、閲覧。サンダー・サインズ・アレキシー・ポクセフスキー。オクラホマシティ・サンダー2021年4月18日、閲覧。サンダー・アサインズ・ホーツー・ブルー。オクラホマシティ・ブルー。2021年4月18日、閲覧。リポーター、ニック・ギャロ、ブロードキャスト、バイザ・ナンバーズ、サンダー・カムズ・バック、ポクソーズ。 オクラホマシティサンダー2021年4月18日閲覧ありがとうございます。